皆さん、こんばんは。今日一段と綺麗に。え、本当？可愛い洋服着てるからかな。こういう、あ、ファンの方がさ、この洋服を送ってくれたんです、去年。気に入ってる。そう。レディアゼルっていうところのやつかな。ワンピースくれたんだけど。すごく気に入ってるの。ありがとうね、送ってくれた方。こんばんは。皆さん、こんばんは。SNS、あ、ツイッターとかさ、載せたんだけど、見てくれた？スタッフさんがさ、コラ画像みたいなの作ってくれた。そう、見てくれましたか。すごい高画質で撮ってくれたんだけど、まさかそんな編集してくれるとは。村民の呼吸。あ、え、今日さ、画質切れすぎた。だよね。今日さ、最後だったみたいよ。今日お誕生会ラストみたい、あれ知らなくて、来年ももしあったら、とかなんか話してたんだけど。ないんだって。ちょっとね、来年待ったらとか言ってさ、スタッフさん最終回っていうの知ってたんだよね。ちょっと ラストだったってさ、ギフト投げるのもう多分最後ね。寂しい？ファンの方はさ、やっぱあれか、ギフト。なんでだろうね。ギフトをね、ちょっと、あれだね。すごい、欲しがってくださってたから、毎回ね。ファンの方、欲しいって言ってくれてたから。それがなくなるのはちょっと、あれだね。フォトスタンドだ。そう、フォトスタンド毎回楽しみにしてくださってた方もいたし、ちょっとそこはちょっと寂しいか。いや、私もね、送りたかったよ、毎年。まあいいよ。私がもし、なんか、そういう機会がもしね、またリニューアルしたら、いいんですけど、もしリニューアルしなくて、あ、リニューアルっていうか、そういう機会、ファンの方に、こう、ギフト投げてくれた方に、メッセージを送るというか、手書きのメッセージを送る機会がもしなくなっちゃったら、まあまあ、あればいいんですけど、なくなっちゃった場合は、また、個別で、個人でやりますよ。配信、ショールームとかで、お誕生日の時に、たわ投げてくれた方に、手書きメッセージを書くとか。手元にはいけないけど、画像とかなら、いけますね。うん。いや、まあ、ファンの方のためっていうよりかは、なんか、私も書きたいっていうのある。私もファンの方にメッセージ書ける機会、すごくありがたかったから、結構、そういう点では、その点ではすごく、いい機会だなとは思っていたんですけど、ちょっとね、寂しい。よね、なくなっちゃったら、それがね、
それもなくなったら、もう自分でやりますね。でも、そう、ありがとう、皆さん。あ、ねえねえ、コメント今読んでますけど、投げてくれた、皆さん。ありがとうね。みんな、ありがとう。なんかそう、いっぱい、去年よりね、増えてたみたいで、今回枚数多い、多い、嬉しい。多いの嬉しい。でも、なんかね、アイディの、コーナー終わってから、クルタンが読むときに、最初の方の、名前で、私のファンの方の名前が何人かいたわけよ。まあ、クルタに投げたのかなとも思いつつも、なんか、後々、なんていうの、そう、アイリノに投げたつもりだったんだけど、次のコーナーの方に入っちゃったみたいな、入っちゃったっていうか、過ぎちゃってたって言ってて、言ってる方結構いたんです。だよね。あいつに送ったつもりが。そう、だから、そっか、と思って。そう、あ、大ちゃん、ありがとう、いっぱい。いっぱい飛んできた。だからさ、私の方に送るつもりだったギフトが、そう、多分過ぎちゃってたっていう方もいたかも。そう。でもそれはちょっと、運営さんというか会社にさ、ちょっと問い合わせしてほしいなーって思います。お願い。問い合わせが大丈夫だと、本当？切れ目がね、ちょっと、そう、生誕祭の前に投げてるのにも、投げてるのに、ね、そこに、はい、カウントされちゃってたっぽかったから、もし、アイリノが、もしね、欲しいって言ってくれるのであれば、ちょっと、お願いいたします。お問い合わせしてほしいな。ハンちゃんのところに愛知でグルダン投げた人が、こんなしてた。まあまあまあ。アイディのも投げて、他のメンバーにも投げてた方もいましたけど。うん、いました、いました。トップバッターってすごいかなり助かった。いや、なんか本当は、本当は、ゆすいちゃんからだったんだけど、間違えちゃってたみたいで、台本がね。だから私からになりました、結局。そう。あ、本当は安井ちゃんからだったみたい。けどまあ。まあ。そうそう。ね、増えましたよ。去年より増えてたみたいなのよ。ありがとう。本当に皆さん。あ、珍しく。ありがとう。うん。そう、最初だったの。ね、だから一応トップバッターって事前に言っといてたから、そう、なんかみんな安井ちゃんからだと思ってたと思うから、そう。さあや、ふわふわした司会だったね。ね、なんかね、ゆったりと、ゆったりと、こう、した、なんていうの。あんまり今までの赤誕生会とは違う雰囲気で、そう、頑張って司会してくれました。ね、長いからさ、司会って長いんだよね、喋ること多いから。 大変なんですよ。ね、ありがとうって感じ。ああね、サボって、一時的にサボって投げてく、投げた、投げれた。ありがとう。サボってとか抜け出してくれた方もいたもんね。ああ、そうだよね。いやー、ありがとう。すぐに投げておいてよ。ね。
私は送らせてもらいました。ありがとう。サーヤのね、雰囲気で進行してくれまして、うん、ありがとうございます。皆さんも長い時間なんだかんだ最後まで見て、本当長時間過ぎたでしょ。お付き合いいただきありがとうね。あ、なんとか間に合って、あ、ありがとう。お知らせしてくれてよかったね。よかった、じゃあ言っといてよかったわ。ありがとう。ねえ、なんか2月の誕生日が、誕生日人数減った感じしたけど、え、でも小田さん、去年も小田さんいたもん。忠誠心示せなかったな、悔い。え、示すつもりあったんですか。うん、ご期生が遠くつないでよかった。チョコのやつ、愛のない密接なパスって感じがするとなっちゃった。いやマジで、あの雑なのよ。雑っていうか、雑っていうかな、なんていうんだろう、あのそう、ちょっとさ、そうそう、もうちょっと外野欲しいな。笑ってくれる人欲しいな、いっぱい。いや、やりますけど、別に。そう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 。やりますけど、オチというか、なんかそういう。うん、やるよ。やるけどさ。そう。やるけども。別に。なんか。そう。誰か回収してくれる人がいないとさ、私もさ、一人じゃ乗り切れん。乗り切れん。しかもなんか、ファンの方は、やっぱ、なんか、やっぱ可愛いところとかをさ、ファンの方には見せたいわけよ、私は。もちろん。ね。私も女の子ですから。あの、こういう、ファンの方にお祝いされる回では、なるべくね、そう、かわいいとか見せたいんですけど、まあ、オチになるのはもう仕方ない部分ではある。そう。あの、他のメンバー、安井ちゃん、はんちゃん、くるたんっていうことで、そりゃそうですよねっていう。うん。そりゃそうですよねって感じなんですけど、そう、ファンの方は、なんていうの？愛知は、あの、なんだっけ、なんて言おうとしたんだっけ、そうそう、キュウリチョコね、確か、あ、そう、ファンの方はマジでありがとう、優しい。優しいというか、まあなんか多分見守ってくれてたと思うんですけど、そう、ファンの方じゃない人とかがもう冷たいから、そう、冷たいから嫌なのよ、本当に。私のことがね、あんまり興味ないというか、好きじゃない方とかは冷たいから、コメントとかが、そう、怖いのよね。どの考え、いや仕方ないよ。今日のメンバーだったらもう私しかそういうのできる人いないもん。そういうのっていうか、まあね、ちょっと泣いちゃう場合もあるじゃん、虫とか食べて。クルタンとかも結構ガチで虫無理って言ってたし、もう吐くからとか言ってた。
そう。って言ったらいらんってちょっとこう、いや私もちょっともう それどころじゃなかった。イナゴ食べた後ですからね。今日画質いいな、今日はカメラからですって。イナゴ食べた後にね、ちょっとね、ちょっと疲れちゃってましたね。 あと同期ですから 同期ですからいつもあんな感じよ。いる？いらん。そういう感じ。あれ、フィナンシェ好きじゃないのよ。だからよかった、別に。そこに関しては、フィナンシェ、なんで、デザート？スイーツもらえるっていうところに関しては別に、そう、別に、いらんかなっていう感じではありました。フィナンシェ好きじゃなかった。そう、知ってんの？やばい。おもろい。ヴィナージュあんまり好きじゃないんですよ。そうなんです。だってさ、そう、あ、日向のお菓子が救いでした。もうめっちゃ美味しかったよ。超美味しかった。本当に美味しかったです。めっちゃ美味しかったよ。ああ、やだ。美味しかった。日輪とのアクセルよかったよ。 ね、はんちゃんからもらったやつを使うことができてよかった。マジで使い、どうやって使ったらいいんやろって思ってたから、マジで使う機会があってよかった。 そこだけね、めっちゃどっかで使いたいって思って、ニコ生でしか使えないと思って 使いました。今日使わなかったらマジで使うとこなかった。後で頑張ってとこ見ない。ありがとう、ありがとう、ありがとう。よくわかんなかった。プレゼント、確かに。 ね、公園で使えるわけなかろう、なかろう。 好きじゃないで話してるの覚えてた、すごい。ちゃんと一緒の、一緒でタイミング、そうそう、よかった。自分歌うまくて聴いてた。 ありがとう。マジぶっつけ本番って感じでした。 ニコ生はね、まあいろいろやらせてもらえるから。 画像もね、載せて、SNS に載せていいですかって聞いたら、いいですって言われた。いいよって言われたから載せた。スタッフさんがコラ画像を作ってくれたんで見てください。 自主練してない。 意外といけたよ。振りやすかったよ。 そうね、バスツアーとかもね、やりたいですし、そう、いろいろやりたい、やってみたいことリストとか発表して。いや、はんちゃんのそのやつ、もらったやつを使ってアクセルをしたい。でも、それだけだとちょっと少ない、企画としてちょっと、あれかなと思ったんで、ちょっと、最初のね、なんか、前振りではないけども、ちょっとした、そう、一応なんか企画っぽく、やってみたいことを発表
表しよう、みたいな。そういうつなげましたよ。あ、そう、ポンコツな君が好きなのやりたい。あれ、かわいいもん、めっちゃ。めっちゃかわいい。まあまあ、いっぱいあるんですけど、その中でちょっとば、絞って書きました。他にもいっぱいあるけどね、やってみたいこと。そう、舞台の稽古は終わりました。終わってしまいました。今日も終わって、ニコ生終わって、稽古場には一応行きましたけど、そう、もうちょっとね。めっちゃ好きだけど大共感して、あ、ほんと？振り付けも可愛いんだよね。あ、みんなで富士山登ろう。倒れたり、なんか、怪我する人いたとかいたらやばいよ。本当に怪我するから、ね。みんなでご飯とかはなかったね。ご飯行くとかはなかったですね。過酷いで。バスツアーで富士山行くってこと？もう5合目ぐらいまでしか登れないかもね。バスで5合目付近しか行けないかも。さすがに、うん、MK5 です。MK5 マジで可愛い5期生使ってください。嬉しい。舞台の方さ、そう、配信ないんだよね。配信はないです。あー、入山料いるんだよね。今年からなんだ。やだね。私の時無料だったと思う。うちは作る人いるかな。ご規制ですから、私たちご規制ですから。みんな、まあでも、ステーション、ここが、ああ、嬉しい。ジッパーして、ジッパーしたいですよ。だって可愛いじゃない。衣装が可愛い。アイドル。NMB さんの曲って感じだよね。したいよね。一回くらい来てみたいね。黒田のダンス聞く当ては難しい。難しい。難しいけど、私結構分かってたよ。結構分かってた方。そう、ここでね、まあでも人数も足りちゃってるしね。いつかの周年で。周年とかコンサートでできないかな。あ、おニューはね、かわいいか。私が、あ、そう、村民 T シャツ着たのはもう最初で最後かも。生誕 T はなかなか、そういう表のところで着る機会はないのでね、そこまで。そう。稽古場にちんと持ってってない。本人着る機会あんまないっていうか、もう私着る用でデザインしてないから、もうみんなに着てもらうっていうのみで考えてるんですけど、そう、村長 T 作っちゃったらみんな村長になっちゃうが嫌だ。やだな、やだな、みんな村長になっちゃうからやだな。私だけしか
着ちゃダメってなったらちょっと売れなさそうじゃない？自分で着ない前提です。うん。みんなに着てもらいたいというデザイン、みんなに着てもらいたいなっていうので考えてますから。よろしくお願いします。ああ、そっか。俺が買いも確かに。そうです。目立つのいい。なんで赤色？赤色が目立つかなっていうのと、まあ私のカラーにしたいっていうか、毎年っていうか、でも来年も赤がいいけどね、次の生誕とかも赤がいいかなみたいな思っちゃってるけど、赤がいいなぁ。うん、いぶきの生誕も赤だけど、多分まあいぶきとかはまた来年変えるでしょ、色違う色に。そう、いろいろ変えてるでしょ。まあ私もずっと赤がいいけど、本当はね、本当はずっと赤にし、もうそう、なんかフェスとか、そうそう、でもバケツの時もグッズ作ってくれたやつ、あれ赤にしてくれてたの、スタッフさんが。そう、愛知イコール赤って定着してきてるから、なんか赤にしようと思った。今後も赤にしたいなっていう。そう、ペンライトも赤と水色だし、まあ赤がいいなーっていう気持ちですね。りゅうき本当にいろんな色にして、そうだよね、まあ、私はもうちょっと赤したい、またけど、ちょっと難しいね、デザインとか難しい。少し前は水色で、水色は好きだね、好き、うん、だから赤と水色ペンライトみんな合ってる色になってたよね。そうそう、シンプルなの作ってほしい気持ちあるけどそれはそうだよね、ごめんね、本当に本当にごめん。じゃ、おしゃれな T シャツも作ってあげたい気持ちもあんのよ。作ってあげたいっていうか、女の子ファンの子ももちろんいますから、私にも本当に作ってあげたいって気持ちあるのよ。そこはご理解願う。そうなんだけど、まあなんかさ、握手会とかでもさ、まあでもなんかおしゃれしてくれ、来てくれるじゃない、女の子って。おしゃれな洋服とか着てくれたり、だからそこはなんかあんま、そうそう、別に生誕T着てこない、そう、女の子は着てこない子も多いから、まあまあまあ、そうなんか記念に買ってくれたり、まあイベントフェスとかで着てくれたりしても嬉しいけど、そう、まあちょっと本当ごめん、そうそう、あのね、ちょっと癖強いかもしれんけど本当にね、可愛いおしゃれでも作れるんだけども、ちょっと前まで、昔まではね、あのめっちゃ可愛い感じだったんですけど、ごめんね、ちょっとなんか統一感とか、着てるみんなの庶民で統一したいっていうのがあるっちゃある。ほんと強制してないから何着てくれても嬉しいけど、あの私服とか、そう、セーターティーとかね。 OL 感ありますか。本当嬉しいですね。 OL って言葉ダメらしいよ今ダメらしいよ確か。なんだっけ、なんか、知ってますか。
なんか最近それの情報知ったんだけど、本当？それ。道村そういうことって思ってるからいいね。ありがとう。本当にありがとう。本当にありがとう。集合場所イコール村民ティーって感じ。集合場所、おもろすぎ。だからまあ、女の子もいるっちゃいるん？村民って来てくれてる女の子いるよ。いるよ。そう。本当にセンスがいいと思う。センスがいいと思うっていうか、素晴らしいセンスをしているよ。てか私が、でも私、どうなんだろう。まあさ、やっぱ可愛いセーターって着たいけどね。私がファンだったら。だからそこをさ、理解してくれて、買ってくれて、まあ、持ってくれてる女の子とかには、特に感謝してます。そして、男性ファンの方に、感謝してないっていうわけじゃないです。でも、男性のファンの方は気持ちいいぐらいに来てくれる、みんな。いや、来てよとか言わなくても来てくれる。はい、そうそうそう、そこにはちょっと感謝ですけれども、そう、自分がファンだったらちょっと可愛いの着たいもんね。わかるよ、それは。そうなの。そう、本当にね。まあでもちょっと、まあ目立つ T シャツがいい。目立つ T シャツがいいし、まあ、セーターティーはね、ちょっと、濃いもので、濃いものにしようっていう。部屋着になる。部屋着にしたら落ち着く？セーターティー。落ち着ける？大丈夫？愛知村納税しに来ます。待っとるよ。待っとるけんね。唐突な博多弁。私服をまねたんだ。アイドルより可愛い洋服持ってるじゃない。素敵だよ。トレーンが赤い、いいですね。制服ディズニーと同じ感覚が。言い過ぎだろう。言い過ぎだろう。まあまあまあ、そういうことね。まあでもちょっと会場とかだと、ちょっと夢の国みたいな。わかるかも。まあ、着れるみたいな。でも、イベントとか、おたかつするときは、ちょっと夢の国的な感覚ってこと。そこと比べたらもう、もうちょっと危ないよ。そこと比べたら危ないよ。まあでも、なんかね、本当に、こういう、こんな自分ですが、ついてきてくださる方がね、こんなにもいるんだなってね、こう、改めて、今日も、まあね、そう、改めて感じましたよ。本当に。ありがとうございます。まあね、完全にね、そう、私が一番、一押しではなくとも、ね、でも好き、好いていてくれてる方が、ね、すごくいるっていうのはやっぱ、とてもありがたい。改めてね、本当に感じました。そう、フィナンシェ苦手なんですよ、私。そう、フィナンシェ苦手だよ。お会いしたいと思います。本当嬉しいな。いや、なんかでも
本当にさ、しっかりハマるとは思ってなかった。私もです。こちらこそハマってくれると思わなかったよ。こんばんは。なんかでも私本当に思ったんだけど、なんか頼れるのっていうか、なんかなんて言うんだろう、ファンの方すごく支え、自分の中で支えだなってね、なんか改めてやっぱ思いますね。なんだろう、言葉にするとちょっと恥ずかしいですけど恥ずかしいですけど、こういろいろあ、こうさ活動してた時とかにも、まあ、活動の中でも私のファンの方だけはアイディの味方で言ってくれてるんだもんってこう思えるっていうのは、それなりのやっぱ常日頃のそういう関係性だったり、コミュニケーション取ってるね、そういう関係性だったり、近くにねいてくれてるっていう私の中での感覚があるからこそそういう思考になれるから、本当にね、みんなのそう信頼関係とかもあると思うんですけど、まあ、みんながね私に寄り添って生きてくださる生きるという、生きるとか言うとちょっと壮大すぎなんですけど、まあ、生活してくださってるっていうのは、まあこういう配信もそうだけどね、まあ結構私はね、まあ、とかは結構なん親近感はある方だとは思うので、そう、ね、すごくでもそれが、うん、自分にとって結構プラスになってる。あの方がね、そう、まあ私こういう人間を理解してくれて好きでいてくれてるっていうね、そこに感謝と嬉しさ、ね、込み上げてきましたよ、うん、応援してます、ありがとう、大好きですか、支え合いやね、守りに行くから泣いちゃいそう、無理なんで、まあでも本当、いや私もまあ皆さん支えてもらってばかりですけども、やっぱまあ私も一人一人のね方を大事にしていますから、本当に、うん、みんな違うから、みんな違う人間ですからちゃんと一人一人との思い出を大切に活動していますよ、していますよっていうか、まあ、今後もしていきますよ。本当にでもありがとう、信じています、こちらこそ信じていますも大きいです、本当ちゃんとオタクの方向を向いてくれる感じ、いいよな。いやーでも同じ方向を向いてた方がいいと思うんだよね、ファンの方も私も、うん、いやまあでもね、やっぱずっと私はファンの方とね前を向いて進んでいきたいと思っている。あのまあそういう方向じゃないかもなんだけど、まあファンの方と私も同じ方向を向いて、でも気持ちはお互い向き合うというか、ね、ファンの方も私に対して、ね、ちゃんと寄り添って向いてくださってるから、気持ちとか私もちゃんとそこは向き合うじゃないけど、うん、
識してることというか、モットーというか。あ、大ちゃん、ありがとう。いっぱいなんか飛んできました。ありがとうございます。あいちの頑張り、あいち聞いて思う気持ち。ありがとう、やっしー。まあでも、ほんとね。なんか、ね、感謝、改めて感謝ですね。そうやって応援してもらえてるっていうのをね、やっぱ、まあ形に、今日とか特に形に、形として見えるじゃないけど、なんて言うんだろう、まあ、なんかそういうね、そういう機会、イベントごとの機会の時はやっぱ改めてね、そういう感謝の気持ちがね、やっぱ、込み上げてくるものですし、まあちょっと話したんですけど、やっぱ劇場公演もね、ちょっとしばらくの間出れないから、ちょっとね寂しい思いさせてしまうかもしれないんですけど、まあもっと、ちょっとまたね成長して、また人間的にも成長して戻ってきますので、戻ってくると、まあそんなね、何ヶ月もいないとかじゃないのでもうほんと数週間ですけど、いないんですけど、待っててください。ちょっとの間ちょっと待っててくださいね。劇場に立つ私を待っててください。応援して、立て続けに卒業し、応援しています、ありがとう。小田さん、さえちゃんの生誕は出るよ、もちろん。遠くからだけど、ありがとう。遠くからでも距離関係ないよ、海外の方だっているしさ、私は思う気持ちだよ、それが私はもう何より嬉しいんですから。愛知とのんびりとお話ねしたいね、のんびり話したいね、のんびり話したいよ。そう、復帰するっぽいね。あ、ね、9日、あ、もう出てるの、じゃあ9日です9日みたいです。そう、まあ、そう、ここの感じ出るとは言ってた、ね、あ、もう出てるのかな、画像っていうか、オフィシャルね。あ、知ってはいたんだけど、解禁されてた。端くれですけど、端くれなんかじゃないですよ。みんな端くれ、中央、みんなセンター歩いてますよ、私の中で。みんなというか一人一人端くれとかないですから、ありがとうね、予定でって。ああ、じゃあ大丈夫です、解禁されてた。あ、もう9日ですね、私。いや、知ってはいたんだけど、解禁されてたんだね。じゃあ9日のバジャドラ出ます、出るんですけど、まあ来てほしいですよ。少しでも自信持ってくると、こちらも、ありがとう、ありがとう、受け取らせていただきます。ちょっと応援するよって、ね、ありがとう。ここの金来てください。ああ。舞台で会えますね、ありがとう。そうだね、うわ、来てほしいなーって。9日はね、そう、久々なんだけど、含みを持たせて言い方ないかと、実は実は
いや、するわけないですよ。するわけないですよ。うん。するわけないですよ。こんだけ、これからもよろしくお願いします。びっくりした。するわけないですよ。あ、ごめん。ごめんね。驚かせるつもりは。驚かせるつもりはない。まさかのパジャドラで。うん、そうですね。含みを持たせてたって言ってたから今。すいません、女優入ってます。うん。いや、暇、パジャドラではないですよ。ないですよとかない。ないですよとかじゃなく、ないですよ。ないですから。あ、雑巾さん。ありがとう、タワー。演技入ってたとか。あ、そうなんですか。まるさんそうだったの。ありがとう、雑巾さん、ありがとうございます。たわー、ありがたわー。今日もギフト投げてくれてて、まもなく開始だった。そうなんだ。いやでもまあまあまあ、ポジションとかユニットとかはまあいつも通りの感じだとは思います。はい。で、まあでも久々の公演だから、久々のなんだ公演というか、その前も来る人ないのか。じゃあパジャドラ、まあ久々なのでお願いいたします。来てください。愛知のポスト引用してるよ。あ、本当？見とこう。出張公演、また出張公演したい。いや、だから天使の尻尾したかったんですけど、その日はちょっとしないかな。はい、その日はしない。その日はしないって言って、もう言い切っちゃってる。しないかな。でもだってさ、するのかな、するのかなって言ってさ、なんかさ、期待して来てくれてさ、しなかった時の残念感すごいでしょ。ちょっとあんまりそういう期待させたくないな。もしする場合は、いや来た方がいいよ絶対、あのあれをやりますよとか言うと思う。まあでも来て損ないと思う。来て損ない。まあ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 、おしめ見れるだけで嬉しいんだよな。それは心が広いよ。あ、予約するね、ありがとう。映画ね、映画祭、映画祭、もしかも、そう、まあでもそう、自己紹介ね、一列目に並んでたら期待して OK です。でそういうのはそうだと思う。けど、あの、三列目だったら、そこはもう察した、察した方がいいと思います。うん。うん。まあでも、そう、久々の公演だから単純に来てほしいなっていう気持ちです。9日はね、そう、単純にね。監督に直談判して出演決まったのすごい。いや、それさ、ちょっとさ、ちょっとなんかちょっとなんか違うんですけど、違うというか、直談判というか、今回はオーディション、受けて決めてもらったけども、多分その記憶が残ってらっしゃって、監督とかが、あ、確か君来てくれてたよねみたいな、愛理ちゃんなんか前北九州の過去の作品の時来てくれてて、なんか
それで多分覚えてくれてた。オーディション受けた時に覚えてくれて、でそれで多分即決定してくれたのかな、わかんないけど。でも愛理はなんていうの、そういうやっぱ仕事にねつながったらいいなと思って、いつもこう外仕事の時とか、いろいろ大人の方とかこうね、あの現場で会う時とかは、また次も出させてくださいとか使ってください私のこととか、いろいろこう言って挨拶するんですよ、帰る時とかに。でその時も多分北九州の、まあ自分で上映会に足を運んで行った時に、最後ご挨拶する時に、映画ね、まあ出てみたかったし、そう、本当に、いつだろう、3年前くらいかな、あれ、とかだったのかな、でも、ぜひ、映画に使ってくださいとか、映画に出させてください的なことを、こう、挨拶とともに、最後それを言って帰ったんですけど、多分それを覚えてくださってて、そう。で、めっちゃどこでつながるかわかんないんだなぁと思ってさ、そうね、本当によかったーって、そう、覚えててくださって本当によかったなぁと思って、そうそう、本当覚えてくださってたことに感謝です。あいつね、一緒に残ってたりするのね、確かにね、本当それもうだから大事なんやなと思ってそういうの大事なんだなと思って、うん、まあそんなこともありますよね。すごい嬉しいですよ、うん。いやなんかでもまあ映画もして舞台もこうして、ね、やってるんですけど、女優というかもうお芝居、なんか今回に限らずどんどん今後も続けていきたいなって思っている最中です。だけどまだね、ほんとなんか演出家の方も言ってたんですけど、この1回限りとか今回限りとかだと、うん、良くないというか、1回やっただけじゃ身になってないから、もう続けてやっていかないと意味がないんだよって言ってたから、私もまだこっからがスタートだなと思って、今後もなんかお芝居できたらしていきたいなって思ってるので、そうだね、 HKT にいるからこそ今この舞台とかもさせて出れてたりするから、そう、外に出てやるっていうのはまだ全く考えてなくて、そう、まだまだ HKT にいながら、 HKT というねその組織にいるからこそ、まあ、掴める仕事もあるし、できる仕事もあるし、そう、だからもう、そう、アイドルという活動がね主軸にはなってますけれども、その中でも定期的にできたらいいなってすごく思ってます。はい、そんな感じでございます。だから、卒業しても女優に行くぞっていう、そういうことは全く、今は全く、はい、考えてませんHKT にいるからこそできるお仕事結構ねあると思うので、うん、そうそう、その環境を大事に、その環境のもとこうできることをね、何でも挑戦していきたいです。うん、はい、そうね、ほんとどこにねチャンスが転がってるかわからないっていうのがあるから、うん、そう、まあ一個一個大切にお仕事今後ともしていきたいなという
締めくくりでございます。博多誕生会のアフタートークとともに皆さんありがとうございました。今日も一日長い時間ねお付き合いいただきありがとう。博多誕生会そしてショールームもありがとうございました。皆さんではそろそろ終わります。みんなおしゃべりに付き合ってくれてありがとう。ではランキングを読みます。アフタートークやったんやありがとうみんな嬉しい。ではランキング読みます。13位、まっちゃん。12位たもちゃん。11位たかっぴさん。10位バラさん。9位たーたんさん。8位ひろとさん。7位やくさん。6位フォクペグさん。5位ズッキーさん。4位あおいちゃん。3位アレマルちゃん。2位ぞうきんさん。1位だいちゃん。ありがとう。今日さギフト読むとき、あのニコ生のギフト読むとき、みんなさほぼ知ってる名前だけどさ、何々さんとか言ってちょっとよそよそしい感じで言っちゃってた、ごめんうん、すごいあのみなんか呼び捨てとか、あな何々ちゃんとかあんま呼ばずにみんな平等に、うん、ちょっとみいろんな人が見てるからニコ生ね、でもあのごめんよそよそしい呼び方でした、申し訳ないこのショールームではね、うん、ちょっとね、あの いつも通りいつものね、あのおなじみの、でも本当みんな知ってる、皆さん知ってる方ばかりでね、そう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 外行きのってすいません、ありがとうございますあ、そうだね、明日ダービーだ、やばい決めなきゃ、そうだちょっと一応ちょっと何個かもう寝るとき寝る前に買っとこう、忘れないように。明日ちょっとみんななんか予想これ買おうと思ってるっていうのがあったら返信のメールの返信タグで教えてください。ではありがとうございました、皆さんありがとう。回収するの。みんな当てようね。みんな当てよう。頑張るぞ。明日、日本ダービー。よし。じゃあねー。バイバーイ。おやすみ。